ちは、モモです。クロです。モモクロチャンネルです。はい、というわけで今日は、アウトロー5期の夫婦とミーに来てもらいました。そう、このさんには同じ時期に旅をしてる。ミーと5期が入れ替わり。そうか、アウトロー最初ミーが好きだったって言ってて、あ、やばいじゃんって言ったずっとだよ、17年間言い続けてるからね。でもそれ3人にずっとモーションかけてたから。私、泉ひさよね。いやけどすごい気を使ってて、泉とかを話すときにちゃんとミーの手をつなぎながら話してたね。なんていくみたいな、気を使えないよ。みんな結婚して子供を持ったわけですけど、今日はももちゃんがどうしてももっと喧嘩の話が聞きたいということでいただいてますので、リクエストが夫婦の喧嘩。いや、前回あの2人に来てもらった時に夫婦の喧嘩の話を聞いたらめっちゃ面白くて、確かになんか楽しいよね、やっぱ喧嘩って、うん、そういうとこで確かになるよね、とか怒るんだ、それで怒るんだ、ね、みたいな。喧嘩にならないってならへんかった。なんでなんなかったと思う。なんか彼氏の時、結婚する前はもうバチバチだった、彼氏と。バチバチ、そうでしょ。もうなんかそっちがその気やったらこっちがもうその気みたいな感じのタイプやから旦那さんはこっちがその気来ないんだ。来ない来ない、めっちゃいいじゃん、穏やかなんだ。そう、私がイライラしてもう、あ、生理なんみたいな笑ってる感じ。スーさんとは喧嘩しなかったの。喧嘩してない、してない、してない。だってスーさんもさ、なんか恋やってなれへんタイプやな。そうだ、穏やかな人やったらなれへんねん。え、モモなんて年離れてる。うん、6歳年下。喧嘩する？しないか。しないんだ、みんな。しない、ね、どうすんの？しないで回るの。え、しなくても回るでしょ。した方がいいの。いや、なんかさ、よく男友達とかだと喧嘩することによってこう、絆が深まるみたいなのあるじゃん。男女はない。男女は喧嘩すればするほどレスになっていくと思う。価値観をだけどすり合わせるからいけないじゃん、夫婦って。うん、あ、だから喧嘩とかじゃないけど、あ、そういうとこでそうなるんだ、ほーっていうのは積み重ねてるかもしれない。あ、そこで言い合わないんだ。言い合わない。あ、言い合わそうか。うち結構言うよね。あ、言う。一方的に言われてるんでしょ。そうなんです。なんでさ、何を言われてるんだって。子供のことと洗濯のこととか。洗濯ね。洗濯。前回は洗濯ね。そうそう、洗濯の干し方。ももちゃんもそれに味を占めたから。でも私はいつも何も言わずに、そーっと気づかれないところに。いやー、だからね、いい相性だよ。感謝した方がいい。違うよ、それさ、違うよね。優しいよ、これバチンときちゃったら多分超喧嘩する。シワシワのまま干しちゃうの。自分が あるなと思って洗濯を干す、うん、これをもう一回パチンパチンパチンとかやって干し直されたらカチンと来ない。ちょっと洗った後に多分置いといたので、それを見たアウトローが良かれと思ってた、良かれと思ってっていうか見せつけか知らんけど、干したので、それがなんかあのシワになるような干し方だったから、別にそっと見えたら気悪くすると思ったから、そっと干し直したの。でもそれに気づいたな。すげえけど。あ、でもそっとして、そっと干してくれてんだったら良くない。あと靴とかも、靴がこうきちんと揃ってないのが嫌、誰かが。え、でアウトローが直すんでしょ。直すけど、すごく言う。え、なんで言うの。言わなくて直したらいいやん。違う、子供たちそれは毎回だからでしょ。教えてあげたいの。え、でもさ、毎回だから毎回言っても直らんわけやんか。ほな、もう直んないん、何回言っても。けど、喧嘩とかしないんだ。なんか怒ることある。モモはなさそうな気がする。なんかどういう意味。私はモモ枠として入れてよ。そう、過激過半誰が過激犯やん。ここでちょっとずつ濃度が濃くなってくる。いや、ここで多分逆だったもん、モモのが動きのがお高い。そう、夫婦のさ、その意見の価値観の揃え方ってどうしてんの。近かったのかな、じゃあ価値観が。あ、でもそうそうそう、近かった。たかし言うみたいな感じ。そんな人いる。でもなんかさ、アウトローのその靴を揃える話とかは、うんうん、私も靴バラバラしちゃうタイプなんだけど言ってほしいけど、何のためにって思うんだけど、あのちゃんと何のためか説明してほしい。え、靴がない。なんか理由がない、知らないでしょみたいな。確かに当たり前にしてほしくない、ね。そうなの。え、じゃあこっちだったらどっちがいい。それで注意するか、ドアの外に置いとくだけ。なんで外に置くの。直しておいてくれ。昔の話みたいな。昔の話みたいな。
でしょ。突然最高だよ。自分で直しときゃいいじゃん。なんか外に行った時に恥ずかしい思いをさせたくない。で外に行った時はでもやるよね。やるよ。それは分かんないよ。やるよ。絶対やってない。でも、でもなんか分かる。自分がそうじゃなくても、子供はなんか外でしっかりしてほしいって思うから、自分できないくせに自分も頑張る。そんなが。もう帰ってきたから下駄箱いるよねとか、もう本当子供が起きる。しいよね。うん、なんか子供はね、なんとなくね、なるほどね、気持ちは分かるけど。間違ってはないねんで、やってること。そう、すごくいいことなんだけど。すごくいいこと。そう。そこで終わりのはずなのに、説明してほしい。じゃあどうやって説明するの？この靴はね。まず声がいい。声がいい。普通にさ、なんかやりながら、あ、直しといたよとかやったら全然いい。直しといたよとか、そうだよね、やったら全然いい。ありがとうみたいな。けどさ、そこでさ、もし自分がいなかったら、その環境がまたあるわけじゃん。うんうんうん。もうそれ許せないの。だってそれはイラつくよね、きっとね。違う、愛情だよ。愛情なの？愛情、愛情。あ、だから外でそんな人、外に行ってなっちゃいけない。あと、いろんなことを学んでくれ、勉強してくれ。これね、すごい嫌な感じになっちゃうかもしれないけど、自分がさ、やっぱりこう、親からいろんな教育を受けた。ゴキが知らないことを自分がしてる、逆もあるけど、うんうん、だから、ゴキにももっともっと子供のためにいろんなことを学んでほしい、うんうんうん、で、行く時間がないんだったら自分から吸収することはしてほしい、うんうん、なぜかというと、うん、自分が持ってるものしか人に与えられないから、うんうん、子供に教えてあげるには親ならばいろんなことを学んでほしい。気遣いであったり、うん、教養であったり。まあ、言いたいことは正しいし、ここはどうでしょうか。正しいよ、すごく正しいんだよ。なるんだけどな。どういう気持ちなの、それでいて。あー疲れるわっていうのをこの辺に書いてありそうな表情で、でも何も言わないけど多分1回1回が重いんだよ。そうなんです。なんか分かってはいるんだよね全部、うん、でも人にはできるできないもあるし、なんかその大切にしてる。私ね、あのちょっとズボラだから、うん、あの脱ぎ散らかしはしないんだけど、うん、ちょっと端っこの方にちょっとこう揃えて脱ぐぐらい。それじゃダメなの？え、よくね？そうだね。アドルコンにお尻を向けてやるんだけど、それ NG ダメなの。上がる方にお尻向けてやってるの、ね、よくないよ。違う違う、何がダメなの。これは全然違う。ちょっと事実ねじ曲げたら分かんないから。分かんないから。え、本当にそうやって脱いでるよ。もうあの、じゃあ次からあのちょっとこれ分かりづらい。誰が教えてるんですか。インスタ上げるとき毎回うちのあの玄関。あ、見た見た、それバズるよ、それやんなよ。え、本当はどうなのじゃあ。いつもじゃないんだけど、こっちの靴が右側に向いてて、もう一個が裏返し。はいはいはい。つっかきサンダルを一回外に出て、あーってなんかこう取りに帰ったりとかした時にバタバタって脱いでる時とかありますよね。全然あるよ。え、てかむしろ靴でそれをなんかちょっと戻る時は靴で行っちゃう。なんかサンダルめちゃ脱ぐのめんどくさい。そう、ちょっとだけ行っちゃう。今日これ特別でお外で中でやらないと行っちゃう行っちゃう。で、自分はない。そうそう、でそれを教えてくれないでよ。うるせえ。ダメダメダメ、細かいよ。うるせえ、うるせえよ、マジで。外でちゃんとやるから。そこ、ここはいいよ。けどこれが子供を見て、子供が外でやっちゃうのがかわいそう。子供ができると全ての価値観か。え、子供できる前は言ったことなかったの。そもそも子供がさ、できる前って喧嘩とか嫌いなかったもんね。なかったね。もうだからそうなんや。あれだね、そのやっぱ子供に見せる、自分たちはもう良くても、例えば食べる、刺すもの、何でもかんでも子供にってなると、お互いがやっぱちょっと厳しくなるのかもね。確かに。うわ、子供抜きでコストコとか買い出しに行くときはすごく平和。うん、あ、なんか二人がすごい逆に違和感がある。本当に子供に対してしっかり教育してあげたいんだろうね。いや、だから子供を中心っていうんで何も間違ってないと思うんだけど、うんうん、子供を中心でお母さん、お父さんっていう感じよりは、なんかこの女性として見てもらいたいっていう気持ちはある。ほら、え、全然ない。ほら、ほら、え、抱かれたいって言ってなかったこの間。え、全然ない。だから、え、そんな、前は違ったよね。え、そんなこと言ってませんよね。え、何急な敬語。ちょっと待って、愛情のあるマッサージだと思ってセックスしてるっての嫌だって言ってましたよね。いや、それは大阪だけど、アウトローのその言ってることは私は全然理解できないよっていうのを言ってたの。
対私としては抱かれなくていい、うん、いいってこと。そうですよ。嫌いなの。嫌いなの。女性男性とかしてじゃなくて子供の人生っていうのがもう急なわけよ。重いんだね。大好きなの子供のこと。大好きです。じゃあもう少しさ家に帰れ。そんなこと言うならね帰り見れば。違う、だからなんだろう、あんま口出せないでほしい。だったらえねえ、あーでも口出せないのかも。なんかその YouTube の撮影で、うん、アウトローがしきりにそのなんかレスになってからが夫婦なんだよみたいな、うん、レスになってからが夫婦として一人前なんだよみたいな話をするんだけど、うん、わけがわからんくて私からしたら。でもちょっと私わかるけど。わかる。嘘。わかるよね。なんで。ももはもも。えだってまあ一理あるなって。なんで。え、さ、まあ、理想じゃんだってそれって。でもさ絶対にレスになると思うよみんな。理想？理想だよ。理想？え理想ではないよね。理想ではないかもしれないけど、けどまあ、そういうもんなん。そう、そういうもんなんだよなっていう感じ。そうなっちゃうんだよな。そうそう、しょうがないみたいな感じ。でも努力すればじゃできるって思ってるってこと？そう。あでもなんかその私の調べでよると、うんうん、なんか一人の人とずっとそのエッチをし続けるのって1000人いても3人とかなんだって。いや思うよ、本当自分調べもそうだもん。しかも黒調べも、もしかも高校からのことか。最近出会った人じゃなくて私が見てると高校からの人とかはレッスンになってない。じゃあその人は一人しか知らないんじゃない。でもそうかも。だから下手したらそうかも、2人ともそうかも。そうかもしれない。他を見てないのかも。周りにめっちゃすごいよね。でもそれ逆にすごいしちゃってもそこに対するあれがなくなると思う。価値、うん、一人の人と、うん、いろんな人とするとそれに対するなんかその重要性がない。でもさそれってさ多分一人の人としたとしてても価値はもうないはずなんだよ。価値があってるからやってるんじゃないと思うんだけど。愛情表現の一つやん。射精が目的じゃないんだよ。だからそれを言ったらさいつも自分が言うご奉仕であってるわけ。でもそれは愛情じゃないやん、うん、愛情感謝やん。感謝だよ。それ変だよ。感謝と愛情もちょっと違くない、うん、ちょっとだいぶ違う。で違うね。これで私とママこっち側なんだよ。えあそれでもあり、いいですよ。ありがたい、うん、ありがたい。私別にいいけど、それをさわざわざ出さなければいいわけじゃん。感謝の気持ちがあるって愛情じゃない。うん、うん、え私それもう本当に前回からとてもちょっとまたおかしくない違うやつなのよ。ないよりはいいよ。あ言ってたねこの間も。そうないよりはいい、うん、けど感謝と愛情は違うって、うん、だから家族としての愛はもちろんあるやん、うん、でもでほらライオンハートでも言うやん、世界に一番は君だよみたいな。そんなの理想でしょでもそれそうであってほしかった。なんかだから子供を愛してるのはもう当たり前やねん。なんかこの話をすると、うん、結局子供より自分が大切なんだねみたいな、子供より自分の方がなんかまだまだ子供なんかその考え方が子供ですねみたいなのとかコメントくんねん。なんか、うん、いやそうなんかそうじゃなくて子供が一番だよみたいな次元をもう超えてここにたどり着いたみたいな感じだよね、うん、なんか愛情表現としてのスキンシップを大切にしたいっていう感じ。そのスキンシップがなくなったらどこで愛情表現するの？うん、日々言いたいことは分かるんだけどね。だからなんかできなくなるね。男と女を超えると人と人になるんだよ。うん、それは分かる。でもそれは分かるよ。でもそれはなんかほら夫婦じゃなくてもよくない？夫婦じゃなくてもできない？人と人のその感謝とか愛情とかって、あ、友達とかとね。そう、友達、親友とかいっぱいいるやん、うん、仕事の人でもそうだし。もう同じぐらい大切に思ってる人はいるわけ。けど純度が違うんだと。従業員に対してありがとう大好きだよっていう気持ちと奥さんに対して大好きだよっていう気持ちってやっぱ全然違うじゃん。うん、うん、俺はそこ一緒だったらちょっと確かに唯一無二の存在ではあるから。奥さんっていうのはもう世界に一人しかいないんだよ、うん、結婚詐欺とかあるじゃん、うん、これはなぜ成り立つかというと、うん、結婚っていうのはものすごい特別なの、うん、世界に自分が1個しか持ってないこの権利をその奥さんに差し上げてるわけよ。一人しかできないもんね。それって最大の愛情なんじゃないかってこと。そう、どんな花束よりもどんなダイヤモンドよりも世界に1つしかないのはその自分が1個しか持ってないこの奥さんっていうものを与えてるわけよ。なんかすごい喜びを感じてきた第二ボタンって感じだもんね。そういうこと、まあ確かに第二ボタンやな1個しかないもんね。じゃあそしたらさ、お互いにね、性欲はどこに向くのだってって思うやん、うん、
結婚って制度がむずいんだと思う。そうそうそう、本当にそう、人間として、あ、てか人間てか動物として、そうそうそう、性欲って食欲と睡眠欲と性欲って三大欲なわけよ。なんかその3つの要素は絶対なるわけやん、うん、それを子育てをしてるからってこの欲をなんか出さなくてもみたいな話とかではないわけよ。あ、その通りですよね。そう、どっかでは発散するしないといけないわけよ。ケンさん、その、うん、え、それを私にしてくれよ。できたらできない。え、だってそうやん、だって外でやられるよりはそうじゃん。一人でいいと思う。奥さんだったら奥さん寝てないかなとか調整も必要なわけじゃん、うん、むしろ面倒くさいんだよ、相手とやる話。だからすごい器用だよね。その感謝の気持ちでやれるのも器用だよね。え、器用だよ。だって普通は感謝の気持ちで立てない、立たないから、それができないから、うん、でも立たないんじゃない、その感謝の気持ちの時は。全然だよ。だから立ったらどっちなの。間違ってちゃんと立たないとどっちなの。全然だよ。だからこの間も言ったけど、どっちなの。余裕だよ。余裕で立つよ。余裕だよ。すごい。余裕だよ。全然立つよ。だからある意味それが例えば、うん、あれだけど他の人でも多分できちゃうと思う。うんうんうん。え、でもそれはそこに愛情がなくてもできちゃうってこと。できると思う。てかありがとうって気持ちでよく立つよ、ね、うそう。それはだから年の特殊能力だと思う、うん、多分。え、だいつでもどこでも行けるってことでしょ。うん、誰でも行ける。すげえ、すごい。まあ、精力すごいわ。そう、たまにそういう人いるよ、うん、いるよ。一つしかない権利を与えたって言ったじゃん、うん、生まれて今までで付き合った人5期含めて3人しかいない。へぇ、初めて聞いた。でもそれはお付き合いっていう括りでしょ。そう、うん、ほら。だからそれは付き合うとかすら与えたくなかった。うん、あ、そういうことね。すごい存在だよね。すごい。だから結婚っていう奥さんっていう特別中の特別の権利をあげてんだよ。うん、でもちょっとお見せがましいよ、うん、なんかね、こっちもあげてるんだ。そう、そうだよね。こっちもあげてるよね。お互い様で。もうそれ以上何もないでしょ。あ、ないと思うよ。やってるよってことや、ね、やってるよっていうか、もう自分が持ってる最大級の宝石をプレゼントしたよ、うん、もう他にはあげ、他の誰にもあげれるものはないんだよ。もう結婚ってすごい。いいよ、なんか言っていいよ。いや、ミーもでもちょっと夢、ちょっと夢見がちだと思います。え、じゃ、え、これみたいにどう思うの。私はウトロ派です、結構。え、え、だって無理なんだもん。私ちょっと言葉苦手だから言って。え、なんか、いや、でももしかしたらそのアウトローがやってあげてるよっていう気持ちを全く取り除いて、それをただただ純粋にしてったらちょっと気持ちは変わるのかもしれない。あ、でも、わかる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 。私こっち派、こっち派、ここは全員行こう。これいいやつ、こっち派。これ、心の声を出しすぎちゃってるだけで。あ、でもそれはある。そうだよ、別にそれさえはこっちがわからなければ。いや、わかるよ、アウトローはすごい伝わってくるから。まあまあ、そうだよね。そう、一緒に旅してるから。立てばいいよ。え、そこだ。でもさ、ご奉仕の時間にそのさ、立つか立たないかはもう関係ないんでしょ。いやいや、あ、え、あ、それも含めなの。いる。ご奉仕のマッサージの時間にそれは。あ、マッサージ、まだ含めない。ご奉仕って言っただけでセックスなのよ。あ、え、そういうこと。そういうことだよ。ご奉仕の気持ちでやってるだけ。今さら気づいたの。性感マッサージ。これまだ前後半にマッサージなんだと思ってた。違う違う違う。あ、そういうこと。そしたらどう。話し方でしょ。そしたらどう。でもそれがなんか見え隠れするんでしょ。もう好きだよみたいな感じじゃないってことでしょ、うん、ありがとう。ありがとうってな。ねえ、でもさ、夫婦でもう好きだよ興奮とかないじゃん。ありがとう、ありがとうで立ってくれてさ、立ってるの。いや、私嫌だそんなの。いや、ないよりはいい。え、私は全然それだったらなくていい。あ、だからそこにはいらない。でも私もそっち派。それで言ったらそっち派。ややこしい。ややこしいだけど、そもそもこっちの気持ちが分かるだけだって。私は夫婦にセックスはいらない派だから。そんなに、あ、なくてはいいけど気持ちは分かるってことね。あ、そう、だからこ、だからそれが素晴らしいって思う。最初あった方がいいけど、もう別になくていいよね。そう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 。いや、やっぱでもなんかそのツイッターで今日あったんだけど、本当に触れてもらうこと、好きな人に触れてもらうことがすごく大事っていうか。そう、絶対そうだよ。受け入れられてる感じ。別にセックスまでいかなくていいから。そう、触れてもらえるってすごいでしょ。触れてくれて、わかるわかるわかる。え、けど、じゃあそれは性感マッサージじゃなくて普通のマッサージっていうのをこの日常の中に入れていけばいいんじゃない。あ、それでも最高。普通のマッサージはよくめちゃめちゃ当てるよね。マッサージしてくれるのも嬉しい。頭痛いとか言って肩揉んでくれるだけで嬉しい。え、ちょっと欲しいだな今も。
え、優しい、優しい。でも別にゴキは不満はないんだもんね、だからだけどその奉仕っていう気持ちでだからそれならいらないよ。マッサージもいらない。マッサージやってほしいの、大好き。あ、そのエッチ、性感の方はいらない、全然じゃいらないで、マッサージもいらない、求められてない、いらないしでも子供のことで言われて喧嘩をすること以外は円満だよね。円満なんだよ、この2人は、うん、自分の育ってきた環境を押し付けないでとかすごい思っちゃう、うん、そんな感じがあったもんね、もう多分上から見てるもんね、うん、バカにしてるんでしょ。バカにしてるんじゃなくて、そうだよ、本当ですよね。まあそうだと思うよ、けどさ、まあ、バカにしてると思うよけどバカにしてるでしょ。女性をお姫様にしてあげたいっていう気持ちを年を取ってもずっと思えてるって、シンデレラみたいに思ってるってことでしょ。そう、全然シンデレラじゃないよ押し付けね、あんまりね、自分にあんまり関心を持たれてほしくないから。アウトローから、そうなん、アウトローから、ね、アウトローからだけじゃなくて親とかからもう、うん、あ、過干渉されたくないってことだな。そう、でもそれからもわかる。だから何も聞いてこないからすごくいい。どこで誰と遊ぶのとか、うん、そう昼間とか、じゃあ何時行ってくるねとか言って、その誰とどこでとか言ってこないから、すごくいい。じゃあいい夫婦ってことでいいですか。喧嘩っていうからだったら、もうちょっと親孝行しないよ、もうちょっと親のとこ行けないよっていうのは、結構ちょこちょこ言うよね。ああ、言う。それはゴキの親にもそうだし、うちの親にもそうだし、私よりもアウトローの方がうちの実家に行ってくれるから、いいよ、すごくね。なんか親、いい旦那だと思うよ。親に対してちゃんと感謝をすることによって、うん、まあ、自分たちがいて子供がいて、だからとにかく親っていうのはもう何があっても感謝しなきゃいけない。すごい、けど素敵だよ。けど親との関係が薄いんだよ。いや、薄いわけじゃないんだけど、まあ、私もやっぱ近くにいるし、自分が必要な時にやっていけるから、あいつでも、うんうんうん、でも多分それがもうゴキの親子関係で成り立ってるんで、うん、そう成り立ってるの。だからなんかもうイチャイチャというか、そのベトベトしてる親子関係もあるけど、うん、それが全てではないし、夫婦と一緒でなんかどんな形でもお互いが成り立ってたらもうそこで OK なんで、うちに来てほしいわゴキの代表。感謝ってのはありすぎるってことはなくない？まあ、その気持ちもわかるけど、かるよ。まあでも、まあでも押し付けすぎるのかもしれない。アウトローは大きさが欲しいんだよ、ね、実際。動きに対して、うん。それはあると思う。いや、私はでも結構アウトローの考え方は好きだし、素敵だと思うけど。いや、でも旗から見てたらめっちゃいいって思うよ、もちろん。うん、でも、当事者になったら、しかも求めてない、求めてない人なんだろうね。そう、まあしんどいのもわかる。欲がないの、あんまり。自分にこうしてほしい、愛してほしいって全然欲がないから。え、逆にもうちょっと気遣って求められないから、できてるかもしれない。え、もっとこうしたらこうしていったらちょっと引いちゃうもん。いや絶対そうだよ、ね、そこが捧げたくなる。そうなのね。でもベストコンビじゃん。そう、ゴキもさ、多分今やってもらってることがこうもう当たり前になってるけど、何もやらない人と結婚したら多分すごいありがたみは分かると思う。確かに、あ、多分ここまでやってくれる人はいない。そのマッサージとかしてくんない？いや本当にだよ、してとか言ってやる、まあ、しかもギヤギヤするんだよ、うん、そう、いない。そうなの、うん、そういうもんだから、瞬間終わるから、うん、そうそう、なかなかいない。まあ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 、はい、あ、取れたくありました。まあそういう感じで今日も白熱しました。楽しかった、うん、いや、なんかアイドルメンバーだからか分からんけど、なんか自分の思ってる主張が強いし濃いやん。なんかあんまいなくない、ここまでの激しい人って。アウトロー、うちらもいないかも、いないかも。全然私の周りこんな子ばっかだ。マジ、うん、偏ってるじゃん、基本みんな。オブラートに包んでないんだと思う、真意を伝えてるんだと思う。あのさ、すごいおっとりしたモモとガンガン行く黒のコンビってすごい不思議だよ。おっとりしてないから、全然主張がしっかり考えは持ってるから。別に早く喋んないだけ負けだ、早く大きく喋んないだけ、考えはあるからというわけで、また次の動画も楽しみにしててください。ありがとうございます。